はい。3月1日にね、今撮ってます。いやー、ちょっとね、いろいろと思うとこがあるというかね、初心に帰るためというか、まあなんかね、いろいろとね、思惑がありまして、ちょっとね、3月から入って、まあいつまで続くかわかんないけどね、ちょっと、ネット活動からね、離れてみようと思いましてね、実は活動休止、こっそりしてます。この動画ではね、さあ、阿部隆が活動休止中、なんかどんな日常を過ごしてるのかといったらね、ちょっと Vlog 的なね、誰得動画かわかんないけどね、そんな動画をね、ちょっと、撮れる限りは毎日、そう、休んでる間毎日撮りたいと思います。いつまで休むかちょっとわかってないんだよね、僕も。何かネット活動楽しいっていう部分もあるからさ、結局すぐ活動休止とかもやりそうだけど、まあ休止がついてる間ね、こうやって普段の動画を撮っていきます。じゃあ今日はね、そう、ネット活動がないということでね、筋トレしてきました。腹筋ローラーね、してんだけど、まだちょっとお腹がね、そう、お腹まだちょっと、脂肪は多いんですけどね、筋肉はちょっとずつついたかなって感じ。ベンチプレスも最近ようやく80キロとかね、やれてね、嬉しい感じです。っていう感じです。そう、ちゃんとね、筋肉もなんか、ちょっとずつついたのかな、どうなんだろう、わかんねえ。いやー、ベンチプレスはね、記録上げていきたいっていう感じでね。まあ、早速滑走を休んだ1日目、3月1日はね、筋トレしてきましたんでね。明日何やろうかな、なんか、ネット活動しないということにね、時間あり余りすぎなんだよねっていう、そういったね、悩みがあったりするんだけどね、そう。まあ、いろいろとね、せっかく活動も休んでることだしね、まあ、いろいろと今後の活動のね、そう、方向性とか、まあ、反省というか、なんかいろいろとしながら、まあ、それはそれとしてね、久しぶりというかね、下手したら僕、社会人だって初めてこう、ネット活動から離れた日を過ごすんじゃないかなと思いますんでね、ゆったりとそういった時間があり余ってる分、いろいろとね、リアルの方を優先してね、生活していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。では、2日目、よろしくお願いしますって感じです。なんだこの動画。3月2日です。滑走を休んで2日目です。今日はずっと寝てました。何もしないです。今日ね、僕あれなんですよね。毎回平日のど真ん中。まあ、平日の1週間のうち1回は爆睡するっていうのをちょっと決めておりまして、そういった部分もあってね、そう。今回もね、その爆睡の日だったっていうわけなんですけど。いやー、最高です。いや、今まで爆睡した後ね、まあなんか1、2時間ぐらい残ってたら、それでまあ動画を、まあゲーム実況をね、ちょっと撮るぐらいとかやったんだけど、今回はね、滑走もお休みだったっていうのもあるから、もうね、あれですわ。爆睡しました、また。もう、ずっと寝てます。まあ、こういうね、日もね、ありだなと思いました。そんで、爆睡した分ね、明日とかなんか、いろいろやりてえな時間あり余ってることだしっていう感じでした。ありがとうございます。3月3日です。まあ、寝る前にね、デジモンカードを、ちょっと編集しようと、編集通貨のデッキを作ろうと思ってるんですよね。そう、このレナモンデッキをね、作りたいんだよ。とうとうマイデッキ、オリジナルデッキっていうわけじゃないけどね、まあ、ネットでレナモンデッキ、いろいろ調べようと思ってるけど、まあ、ひとまずね、それを途中まで進めます。もう眠いからもう寝ようと思ってるからあれなんだけどね。あと今日はね、動画の、こう、コメント編集しました。いや、もうコメント編集は基本的に1週間に1回まとめてってやるタイプなんでね。だからタイミングがちょっとうまくいかないと、ほんと1週間コメント編集とか待たせてしまって申し訳ないですっていう部分もあります。まあそんなわけでね、活動を今のところちょっと休んで3日目ですね。結局今日も寝ちまってよ。だから実はこれ深夜にやってんだよ。だからもう寝るんだよ。レナモンデッキはとりあえずね、決まってるものだけは作成して、でまた後日ね、いろいろと、こう、イエローカードでレナモン以外、レナモン系統以外のカード何入れるか考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、おやすみなさい。よいしょ。3月4日です。いやー。あのね、なんか、花粉症をもらってそのまま風邪をひいてしまっていうえげつない状態で。今、全然頭が回ってないんだけど、まあね、デジモンカードね、整理をしております。やっぱ一回ね、デジモンカードやったおかげで、あれなんだよね、どういうカードが強そうだとか弱そうだとか、そういったのがちょっとずつ分かるようになった上で、カードをまとめてるのでね、なんか結構楽しいです。結構楽しいんですけども、これだけ何時間か使ってますね。もうちょっと風もやばいんでね、今日はもう寝ようかと思いますが、まあ、レナモンデッキ作るにあたってちょっとね、結局どういったカードにしようか、まだまだ悩んでしまいますがね、納得いくコンセプトのレナモンデッキをね、作成できるように。頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、活動を休んで4日目でした。3月5日です。
土曜日です。滑走を休んでいつか、いや時間もあり余って何をしようかということで、ね、デジモンカードでレナモンデッキをね作ったんだよ。そうこんな感じで、まあ詳細はちょっとまたね変わるかもしれないけどさ、いかんせんねやりてえなと思ったんだけど、やる相手がいないという絶望だよな本当。超けせっかく作ったから作りてえ、作りてえじゃねえ、あのせっかく作ったからさ、あの誰かと対戦してさ、今このデッキの作り方合ってるのか、そうもっと何かこういった工夫が必要とか、こういった部分が必要なのかとか、いろいろとねちょっと試行錯誤したいんだよねっていうのは思うけど、まあ今んとこね相手がいないんであれですわな。使いたいレナモン使いたいです。よろしくお願いします。というわけで今日はね、そう、あとはまあこれデッキ作るのに意外と2時間もたかない、1時間はかかったかな。初めてのね、オリジナルってわけではないけど、そういったスタートデッキじゃなくてさ、ちゃんとデッキ作るっていうようなことをしたから1時間ぐらいかかっちゃった。ただ今日卓球をね、5時間してきたっていう感じでした。いや、時間があり余ってね、なんかもう、健全な生活してるなって思うわ、ほんと。以上、アビタガでした。3月6日です。滑走を休みしての6日目。まあ日曜日、アビタカはどういう風に過ごしたと思いますでしょうか？そうです。今日はね、デジモンゴーストゲームを、録画して貯めた分、10話分見てきました。久しぶりに見たけど、デジモンゴーストゲーム、やっぱ面白いな。なんか最近気づいた、デジモンゴーストゲームってさ、従来のデジモンと比べて、戦闘シーンがやっぱ短いんですよね。短いんだけど、戦闘シーンだった時めっちゃ作が良すぎるっていうのがあって、なんかそういった日常パート使うね、こう謎パートと戦闘パートでメリハリをつけたりとかして、作がそういった点で緩急出してるみたいなことに気づくことができて、なんかお得な気がしましたって感じです。そしてね、獣の YouTuber でデジモンカードをやってる人と、デジモンカード3時間してきました。一試合。一デュエル約1時間かかりました。楽しかったです。レナモンデッキね、まあまあ強かったわ。うん、楽しかった、使ってて。っていうのが知れてね、よかった。やっぱね、こうやってカードゲームやるのは楽しいね。リモートのカードゲームが僕初めてだったんで、そう。ウェブカメラ使ってカードゲームやったんですけどね。意外とやれるもんだなって。まあちょっと時間はかかっちゃうんだけど、いろいろと。効果わかんないカードがあるとき確認すげえからさ。あれなんだけどね。それでもね、結構楽しかったんだよ。こうやってね、リモート系、デジモンカードってやってる人少ないからね、リモート系でね、今後もやっていきたいなと思いますわ。そうやってね、そう、ゆくゆくはね、なんかそういったデジモンカードゲームのさ、なんかこう大会とかでさ、Vlog 動画でね、そういった部分を語れたらいいなとは思ってんだよ。よろしくお願いします。じゃあ、ここはレナモンシリーズ。どんどんレナモン貯めて突っ込んでいこう。よろしくお願いします。というわけでね、まあ今日はすごいデジモンばっかりやってたような日でしたね。デジモンのアニメは見るわ、デジモンカードやるわで、それで半日ぐらい過ごしたんじゃないかなっていう、まあ楽しかったです。以上。よいしょ。はい。3月7日です。ちょうどね、滑走休んで1週間となりました。でね、今日は月曜日なんだ、今日。有給取ってきちゃいました。なのでね、今日何やったかって言われると、今日ね、何もやってねえんだよな、ぶっちゃけ。デジモンゴーストゲームのね、今週も見て、ようやくデジモンゴーストゲームを追いついたっていう感じ。で、デジモンカードの動画、だから今日も YouTube 見たらアニメ見たりとかいろいろした気がする。あとは CD 言うならこれかな。今まであった缶バッジどんぐらいあるかなと思ってね、結構飾りました。こうして見ると、獣はもちろんなんだけどね、今、昔はね、ハマってた。そう、今はもう全然見なくなっちゃったけど、昔ね、ハマってた VTuber の缶バッジとかさ、そういったのもあってね、なんか、懐かしいなって思ったりします。缶バッジこんぐらいかなと思ったけどね、そう、僕、アクリルキーホルダーぼちぼちあるんですよ。アクリルキーホルダーはね、なんか、どっかこう、壁とかにね、なんかこうやって壁とかにちょっと飾っていきたいなと思ってるんですけど、まあ、まずその辺は保留です、缶バッジは。缶バッジとにかくやった。アクリルキーホルダー保留っていう形になりました。で、あとはね、筋トレもしてきました。お腹ね、そう、なんかね、ちょっとずつ、筋肉ついてきたかなって思ったりして、最近なんか背中がね、やけん、ちょっと筋肉がね、いい感じになってきた気がするんです。お腹、腹筋ローラーもちゃんとやってるんですけどね。今日ね、まあ見た目はね、こんな感じだけどね、意外とちょっと最近、脂肪と筋肉の割合、体脂肪率の部分がちょっとね、変わりつつあるなって。まあ、体型というかシルエットはあんま変わんないんですけど、ちょっとね、筋肉がちょっと増えてきたかなって感じです。だから脂肪が減って筋肉が増えてきてる感じで、なんかもう見た目はプラマイゼロだけど、体脂肪率的には今ちょっといい感じになってるのかなっていう印象なんですけどね。まあそんな感じなんですけど、それだけです。はい。
ベンチプレス80がちょっと記録上がんないけど、なんとか85や90、最終的に100いけるようにね、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。そしてね、そう、ちょうどね、今日でね、なんか1週間になったんだよね、活動休んで1週間。実は今まではね、なんかこう、時間が空いてる時はね、活動しなきゃみたいなね、感じがあったんですよ。時間があるなら活動だろう、みたいな。けど休まなきゃなっていう部分があって、結構ね、悶々とした時期があってね、そう、ここ今までだったんですけど。なんか今日ちょっと、急にね、振り切れて、ああ、今日時間あるな、活動やれるな、なんか動画収録ぐらいなんかできるな、今日まあいっか、みたいな。あ、なんか気楽になりました、ちょっと。そう。例えば、なんかタバコを、一旦やめた時の、そう、禁煙の一週間後みたいな感じになってる。最初の一週間までは、すごい拒否反応みたいな感じで、ああ、タバコ吸いてけど、禁煙してるみたいな感じなんですけど、それと同じ感じ。そう。ニコチンもなんか一週間ぐらい取らなくなると、もうタバコ、そりゃ捨てねえな、吸えるけど、まあいいや、みたいになるんだけど、なんか、ちょうどネット活動もそんな感じかなって感じです。そう、なのでね、なんか、今のところネット活動の方、まあ、時間はあるけど、せっかく休みだからね、なんか、ゆっくり休むかって感じでね、ちょっとずつポジティブになってきたというか、気楽にね、なれました。いい傾向だと思います。まあ、これを続けてね、なんか、うまく折り合いがつけたあたりでまた活動復帰したいと思いますんで、よろしくお願いします。以上、アミタカでした。筋トレはしたんでね、またしばらく筋トレをお休みして、プロテイン飲んでいこうと思います。はい、今日は、なんだっけ、3月8日か。3月8日です。まあ、寝る前なんですけどね。いやー、平日仕事してきました。そして帰ってきた後、まさかの若干偏頭痛で僕1、2時間ぐらい寝るの巻き、もうやることないっすやることないっす。あのね、そうあのね、これなんだよ。またね、この動画が先か福袋動画が先かわかんないけどね、こちらデジモンカードのね、通販サイトってわけでもないんだけど、フルアヘッドさんっていうね、カードゲームの通販サイトのとこで、福袋購入したんですよ。デジモンカードの福袋。1万円の福袋。まあ、結果はね、最高でしたっていう。僕としては最高でした。多分盛り上がった。気分的に大アドでした。うん、金額的にはアドだったし、気分的で超アドだった。っていうのがあります。まあ、どっちが先に投稿されるのかわかんないけど、福袋動画も撮ったっていうことが一つかな。それ以外は YouTube を見てたぐらいかな、本当に。僕やっぱ YouTube 活動がないと、超自堕落な生活になるな、マジで。あとね、ちょっと今日いいことあってね、今日 YouTube のコメント返信があってら、ちょっとね、ディスコード、自分のサーバー入ったらね、そう、久しぶりにね、VTuber の方とお話ができたっていうね、なんか、1年ぶりとかかな、通話するの。なんか、アビタカさんが伸びていってちょっと関わりづらかったみたいなことも言われつつね、結構楽しくお話とかできてね、なんかやっぱ、まあ、ね、VTuber 時代ね、結構煙たがれることも多かったけど、中にはそういったね、付き合いもあったって考えると、まあ無駄じゃなかったんだなってちょっと嬉しくなった。そんな一日でした。結論、今日は自堕落な生活。明日も頑張っていきます。よろしくお願いします。よいしょ。はい、3月11日です。いやー、9日と10日すんませんね。爆睡しちまったぜ。だから撮ってねえんだ。すまん。まあ別に語ることもなかったから、まあいいでしょう。というわけにね。いやー、活動もね、お休みして、まあ11日か、まあ10日ぐらい休めたかなって。いやー、まあゆっくり休みました。活動休んで、そう、ネット活動から消えて、いわばなんか、ね、仕事オンリーの生活どうなるかなと思ったら、相変わらず仕事もやらかすから、やっぱ、むしろあれだね、結局ストレス発散とかも考えると、YouTube 活動は僕どうやら話さないようです。立派な趣味でした。ということがね、知りました。あとまあ結構ね、登録者数の伸びとか、そのあたりを気にしなかったかなっていう感じです。もうこの11日間はそうだ、5日に1回登録者数ちょっと確認するぐらいの頻度だったからね、なんかうまくネットから、こうポンってね、若干距離を置くことができたおかげで、なんか初心に帰れたってわけでもないけど、まあ、いい感じに気分はリセットできたかなって感じです。前も語った通り、はい。最初はね、本当に、ああ、もう、時間があると登録者数見たくなっちゃうっていう発想だったんで。とか、視聴回数のね、変化とか、見たくなったんだけど、なんか5日経ったぐらいから、なんか賢者タイムみたいなの入ってね、全然あんま、そこまで気にしなくなったなっていうのがあったんで、まあ、いい傾向だったなってことで。
まあもうこれ以上は休んでもね、特に変化もなさそうなんでね。けどやっぱ時々休むのいいね、これ。ほんと、1年間頑張りすぎてたよ、よく考えたら。チャンネルバンされるちょっと前くらい、まあ、要は VTuber 引退するちょっと前くらいの、まあ、3月くらいからノンストップでよく考えたら1年間活動したんですよね。VTuber 自体は毎回の3ヶ月に1回休止挟んで1、2週間休んでたのかなっていう部分があったんだけど、今回1年間くらい活動続けて、ねえ、そう。それで、それは休んでなかったなと思ったからね。やっぱこういうの必要ですね。今後も僕2、3ヶ月1回ぐらいちょっと1週間休むぐらいのね、ちょっとしたワンクッション置かないとなって改めて思いましたね。ちょっと1年間頑張りすぎました。ということでね、なんか、まあ時には休息も大事ということで、以上、アビタカでした。ではね、この動画投稿してからまた活動再開していくと思います。でまただから2、3ヶ月1回急に活動したかったら、それは僕が休んでるという証なんでよろしくお願いします。まあ仕事は全然うまくいってないからこそね、ネット活動で少しでも自分自身もまず笑顔になんなきゃなってありましたね、本当に。ネット活動しなかったからさ、マジでなんか自分の笑顔のタイミングがあんまなくてさ、それだからか、まあ意外と寝てはいたからね、けどそれでもやっぱ、どちらかというとネット活動してる時の方がそういった仕事でね、大体僕やらかすからさ、やらかした時のストレスを解消するという部分でやっぱネット活動はね、本当に重要な部分だったっていうかもう、そうですね、もう今のアビタカ、こんなまだまだ弱小ですけど、やっぱ YouTube 活動は本当にね、もう、ある種生きがいのうちの一つになっているなってことで、僕の人生だ、もう切っても切り離せないぐらいの趣味になったかなと思うのでね、今後も頑張っていきたいと思うし、時々、期限が来たらね、タイミング見計らって休もうかなと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ、以上、アビタカの、なんか、よくわかんない Vlog 動画でした。ではまたね、ここから活動再開していきますんで、よろしくお願いします。ぜひね、見てくれる方々、楽しみにしてくれたら嬉しいです。見たい方は知らないですが、見てくれたら嬉しいなと思うんだけど。はい、まあ、こればかしは僕の魅力不足なんでね、今後魅力を上げていけるよう頑張っていきたいと思います。では、今後ともよろしくお願いします。以上。